今日だいたい千代京の福音が改めて私たちを、この私たちの前に開かれる日に入るように招きます。事実に入るように、その私たちに与えられているその歴史、その事実をそのまま受け取って、そこに入るように、キリストが今日私たちを招きます。冬大嫌い。いつも、もう生まれてからもう大嫌いでした。もう本当に、もう耐えられないぐらい。もう寒がりと言われるね、日本では。でも寒がりだけではなく、もう本当に嫌い。ここではね、イタリアと違っているね、家が別の形で、別の方法で温められるでしょ。暖かくにする。寒い。どっちにしても朝が寒い。むっちゃ寒い。私嫌い。今ちょうど今日、ね、昨日からかな。あるいはおとといかな。もう急に10度ぐらい、ね、温度が下がって、すっごい寒い。もう家はもう、ね、もう好きじゃない。もう本当に好きじゃない。で、今日はこの御言葉、この福音を通して、なんで私がそれほど冬嫌いということを分かった。寒がりだけではない。冬は春と夏への門です。冬がなければ実が結ばれない。冬がなければその静かに、その静かさ、静けさ、その寒さの下に、の中に種が眠らなかったらと言いましょうか、死ななかったら実を結ばれない。別の言葉で言えば、死ななければ命へ移されない。吸い越されない。死ななければ愛することができない。古い人間は土の中に葬られ、死ななければ新しい人間が生まれない。新しい人間が光を見ることができません。種と同じような感じ。だから私がすっごいなと思って、もうびっくりしたぐらい。もう、それほど私の古い人間がまだ生きているか。だから全てが去る。私の言葉だけ、取り去らない。今日の福音と一緒、すべてのこと、天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。ギリシャ語で言えば、もう、過ぎ越す。すべてが過ぎ越す。すべてはもう終わる。滅びるもちろん。けど、滅びまで、過ぎ越す。でしょ?過ぎ去る。私の言葉は過ぎ去らない。私の言葉が、いつまでも残る。実現するから。力のある言葉であるから。いつも新しい想像をする。のできる言葉ですから。いつも新しい言葉であるから。いつも同じけど、いつも新しい。どうして?いつも同じ言葉ですけど、私に与えられた。与えられたら、私が、その、いつも同じ言葉を聞いたら、私の毎日の状態は変わってくるので、その言葉が私に新しいものとして入り、そして私を新しいものにする。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。だから、私は本当に、今、私の部屋の窓から、外の冬を見て、もう嫌い。入りたくない。もう旅をしなければならない、今日はね。いや、そして山の方に行かなければならない。もっと嫌だ、嫌だ。当たり前。この日、この冬の日、この風、この冷たい風、この、ゲイのお空、もうすぐ雨が降ったり、もうなんか骨まででしょ、この寒い湿気が入ってしまう。もう落ち着かれない、もうブルルル動けない私がね、動けない。縛られている寒さに、あまりにも私が縛られています。で、それは強いイメージです。強い印です。この冬の日は私のそばにいる人と同じようなことです。人は、あるいは出来事、状態、仕事、勉強、その関係は今日の日と同じようなものです。寒い。死ななければならない。死ななければならない。入ったら死ぬ。種のように奥さんに自分を渡されたら死にます。きっと死にます。主人に渡されたらきっと死にます。大嫌いね。
死んだら死ぬ。まあもちろん、死んだら終わる。すべてが終わる。すべてが滅びる。滅びる。だから、このキリストの言葉を聞かない限り、私たちがその冬に入ることはできない。アントネロが冬に入ることはできない。キリストの言葉は、死に入って、そちらを出て、いつまでも残る。いつまでも、その愛が実現されます。その御子、その愛の言葉が全てに勝って、全てに対して勝つのできる力を持って、全てよりも強い言葉であると、そういう愛の経験がないと、全てが過ぎ去るので、全てが滅びるから、天地は滅びるので、私が滅びた、終わりたくない。死にたくない。だから、アントネロが冬大嫌い。古い人間、冬嫌い。死ぬことは嫌い。だから、春に出ない。春にその初歩、その新しい実を見せない。相手がその実を取ろうとする。その私の方から出る実を取って食べるように近づくと、食べるために近づくと何も見つけられない。私が死んでないから。あなたが死んでないから、主人があなたから身を結ぶ、身を食べることはできない。愛されない。許されない。セックスをした時には、あなたが彼に自分を渡さない。同じように主人がそうです。奥さんのために死なないと、奥さんを愛しない。奥さんまで行かない。奥さんが乾いたままに残ってしまう。少しずつ少しずつそれを離婚まで導く。具体的な離婚か、不快のところにある、いろんな形の離婚。たくさんの人々が離婚されています。一緒に住んでいても離婚されている。愛されていない。互いに耐えられない。渡されない。冬に入らない。兄弟たちよ、冬に入りましょう。キリストはそれを私たちに言います。入りなさい。すべては、もう動くとき、もう震えるとき、なんとか確かなものがもう全てが終わったとき、減り下ったとき、失敗したとき、そのときこそ、私が来ます。私があなたを迎えます。私が冬としてあなたを迎えます。キリストがその冬に入りました。キリストは30年間の間、ナザレにいました。誰にも知られてないところ、意味のないところ。神の子は30年の間、無意味な生活。人間的に、メシア通して、無意味な生活でしょ？毒さん。毒さん、トンドンドン、テンテンテン、ティンティンティン。それをするのか。椅子を作る。テーブルを作る。あなたがメシア。なぜから良いものが来ないはずでしょ。出ないはずでしょ。あなたの人生から良いものが出るはずじゃない。その奥さんが毎日家では隠れたところでは誰にも知られていないそういう状態にはみんなに世話すること大嫌い大嫌いだから奥さんも仕事に出ないといけない奥さんも習い事しないといけないあの友達と、散歩しないといけないダイエットなどあれは乾燥の罪の始めです乾燥の罪の発法ですその出始める。その一番最初の歯です。ちっちゃなことに不忠実。同じ主人が一緒。子供たち一緒。いつも。で、キリストが今日、私が復活しました。じゃあ、私と共にこの冬に入りましょう。今日の日に入りましょう。寒くても、暗くても、もう耐えられなくても、死んでも、そちらに入りましょう。土に落ちた種が、死ななければ、一人ぼっちになって、残ってしまう。が、死んだら、おーいの、身を結ぶ。で、私たちが、そのために選ばれた。そのためにキリスト者になっている。多くの人々が、その、冬を取った種を見たい。冬を取って、木となって、初めの葉となって、その、初穂となっていることを見る。必要がある。あなたを待っています。主人、奥さん、友達、定期さえも、この社会の人々があなたを待っています。あなたに出始める、その身を見たい。見ないと救われない。
わーすごい責任がある。うん、でも簡単ですよ。キリストと共に冬に入ることだけ。あとで全てが神がする。全ては神がする。教会の中では全ては神がする。全て、神。神が強いから。神が精霊によってあなたを死なせる。あなたをもうそちらに残って。あなたの古い人間を滅びて。あなたの古い人間を殺して。そして新しい人間として少しずつ土から出て、そして土、木となって、そして実を結ぶ。でも私たちがただ、この太古聖地の間には、ただ一つのこと。冬に入る。冬に入る。神に従って、キリストに従って、冬に入ります。どうぞ、この日、そして冬に入りましょう。